皆さんこんにちは、あずさです。はい、今日はですね、ちょっと珍しくお仕事に絞って読んでいきたいと思います。お仕事の、皆さんのこうお仕事の現在地、今どんな、地点にいるのかっていうのかな、それを見たり、まあ、そこからこうちょっと俯瞰してみたり内観してみたりみたいな感じで、まあ、いろいろ読んでいこうかなと思います。はい、今回も選択肢は、クリスタルズ・ザ・ストーンデッキから3枚シャッフルしてね出てきたものを並べております。はい、選択肢の紹介です。選択肢 A の方、はい、 A の方こちらエメラルド。はい、エメラルドって原石こんな感じなんですね。エメラルド、 A の方はエメラルドのカードです。はい、そして B の方こちらテクタイト、なんか可愛いですよね、テクタイト、ゴロンってしてる。はい、そして C の方が、こちらのピンクの石、クァンツァイト。はい、 C の方はクァンツァイトっていうのかな。はい、こちらになります。 A、B、C となります。選択肢は直感で選んでいただいても構いませんし、なんだかこの石が好きだなという石を選んでいただいても構いません。2つで迷ってしまいましたら両方見ていただいて、よりしっくりくる方をご自身のものとしていただいても構いませんし、それぞれからしっくりくる、メッセージだけを拾って、パッチワークみたいにねつなぎ合わせてご活用いただいても構いません。今回も概要欄にタイムスタンプ、そしてチャプターね載せておきますので、お時間のない方はこちらをご活用して、サクッと見ていただければと思います。こちらの動画は個人向けの占い、鑑定、予言のようなものではございません。今皆さんが自分自身にとってピンときたものだけを、拾って、取捨選択してね、ご活用いただけるよう、私がそれぞれの選択肢にたくさんのメッセージを散りばめてお送りしているものです。どちらかというとビブリオマンシのように使っていただいて、リラックスしてね、お茶受け程度に楽しんでいっていただけるととっても嬉しいです。はい、それでは今日も A の方から順に読んでいきたいと思います。はい、それでは、A のねエメラルドを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。はい、なんか今日ちょっと画角がぎゅうぎゅう侍ですねなんでこんなぎゅうぎゅうなんだろう、まあいいや。はい、ポジション紹介します。今回お仕事ということで、お仕事の現状、これは A さんが認識している現状ですね、目に見えてる現状で、これがお仕事を俯瞰した上での、A さんのお仕事の現在地、で、ここがですね、お仕事が A さんがうまくいってるなーって感じる時っていうのは一体どんな状態になってる時なのか。で、こちらはなんかお仕事停滞してるの、うまくいかないなと思ってる時はこんな感じになってるよっていうところですかね。そして、最後に、次の一番近い次の展開というかな、分かりやすい次の展開とメッセージっていうのを一緒に引いております。はい、はい、それではですね、A さんのお仕事の現状ね、2枚出てます。見ていこうと思います。せーの、パカ。はい、マザーメアリーのカードと、はい、聖母マリアですね。はい、あと、あ、珍しくフリーダムのカードが出ました。はい、これはね、このインテュイティブナイトゴッデスタロットの、多分そんな名前のデッキ忘れちゃう、戦車にね相当するカードですね。はいはいはい、とっても分かりやすく出ておりますね。はい、そうだな、なんか両方から受ける感覚としては、A さんがのお仕事、今すごくいい方向に向かってるんじゃないかなって思います。で、もっと言うと、何か、導かれてここに来たみたいな感じかな。なんかこれも一応フリーダムとかね、あとさっき言ったように戦車のカードでもあるんですけど、なんかこの青い衣を着た方って、多分これね、もともとこれあのコラージュなんですよね、このデッキって。多分ね、この色となんかこういうの見るとマリア様みたいな存在なんじゃないかなと思うんですよね。ね、マリア様ってここにもありますけど、青い服を
着てらっしゃることがとても多くて、で頭になんかこのちょっと巻いたりとかしてるんですよね、必ずね。うん、なので何かしら、A さんを導いてる存在、もしくは A さん自身ですね、ハイヤーセルフとか魂の計画みたいなものに沿って、導かれていきながら、今なんかちょっとこれね、戦車にも値するので、相当するものなので、結構ちょっとこう勢いに乗ってるっていうのかな、なんか導かれてトントン拍子でどこかに向かってるとか、ちょっとそういう感じを両方から受けました。はい、まあ、なので、A さんかなり今ご自身でもなんかこう向かうべきところに向かうべきタイミングで向かっていっている、そういう感じがしてらっしゃるんじゃないかなと思いました。はい、それでは続きましてですね、これがちょっとこのお仕事全体、 A さんのお仕事全体を俯瞰した上での現在地、ですかね。あ、またなんかちょっと色が黄色くなったりしてます。はい、3枚出てます。せーの、パカパカまだちょっと喉がいまいちでございます。スピリチュアルコネクションのカードと、いきなりラブフロムユアペアレンツということで、はい、両親からの愛、仕事と一切関係なさそうなの出てきましたが、はい、そして B カウェッジスということで、ジャンヌダルクのカードが出ました。はい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 、なるほどね。はい、いいですね。はい、はい、A さんのお仕事現在地っていうことなんですけれども、一言で言うと、一言で分かりやすく言うと、今までのなんかたくさんの方からの応援とか、周りの人からの愛情、支え、サポートか、サポート、そういったものを胸に、次の、これは戦地に向かってるわけですね、ジャンヌ・ダルクなので、次の戦地っていうとなんかちょっと怖い感じしますけど、そうではなく、次なる、お仕事のステージっていうことですかね、そこに今向かおうとしているところですっていうことを言っていますね。なんか今まで導かれてたくさんの方とお会いしたりとか、それは今までいた職場とか、もしかしたら、そうじゃなくて学校とかかもしれないですけど、例えば専門学校とか大学っても社会に出る前提に、なっているので、いろんな先生とかね、学生の周りのそういうサポートしてくれる方とかが、サポートしてくれたってこともあるかもしれませんし、いろんな職場で働かれた方は、そういった方、職場の中で、いいこともあればね、悪いこともあると思います。なんか、好きだった人もいれば、なんかあの人嫌いだったなっていう人もいると思いますけど、それも全部サポートなんですね。そこで、人っていうのはどんどん、こう、自分のことをより学んでいきますし、社会に出ていった時の自分なりのこう生き方、じゃあ自分はどうしたいのかっていうのも、やっぱりそういった方々の中で揉まれて、やっぱりこう決まっていくわけですけれども、そういった意味でのサポートとか、そういったものももらってますし、これはね、一応両親からの愛っていうカードではあるんですけれども、ちょっとここと合わせて読むと、本当に周りの方からの、サポート、そうだな、ここからこうやって A さんが次のステージへと向かっていくまでに、必要だったサポートを全て受け取りましたっていう感じがしますね。だからそういった人々から、そうだな、やっぱ愛情なんですけどね、その目には愛情と見えなかったとしても、サポート愛情というものを受け取って、それを胸に、なんかこう義援金を胸に義援金を手に戦地に赴くじゃないですけれども、そういった感じがあります。なので結構もしかしたら、ここね、このジャンヌダルクちょっと一人で旅立っているので、もしかしたら中には、なんか大勢のところで揉まれていたところから一人抜けて次のなんかステップに出ていくっていう感じがあるので、なんか大きいグループから次のグループに移るっていうよりは、その大きいグループの中から一旦なんか、次のグループに行くにしても、まずはこう一人で出てくっていうのかな、ちょっとそういう感じがあるかもしれないですね。なので、人によっては別の言い方をすると、
今までとはちょっと違う状況に向かってるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。そう、ずっとこうやってなんかこう支えられて、なんとかやってきたところから一人で、やっていく方向に向かっていくとかね、そういったこともあるかもしれません。はい、今回まあお仕事っていうことでは言ってるんですけれども、あのライフワークとかね、あとは例えばお仕事が、お家のことって方もいらっしゃると思うんですよ、子育てとか、あと家の家事のことをやらなきゃいけないとかね、まあ、ご主人がお外に出てらっしゃるか、まあ、奥様が外に出てらっしゃって、自分はとにかく子育てと、家のことをやるのが日々の仕事って方もいっぱいいらっしゃると思います。そういった方において言うと、もしかしたらあのそういったご家族のことをね、一生懸命なんかこうやっていくところから、ちょっと自分の時間を持つところに向かっていくとかね、そういった方もいらっしゃるかもしれないですね。ずっと子育て家事だったけれども、ここからちょっと働きに出てみるぞとかね、そういった方もいらっしゃるかもしれません。はい、それでは続きまして、お仕事がうまくいってる時っていうのは A さんはどんな状態なのかっていうのを見たいなと思います。はい、まあ、あのうまくいってる時とかうまくいかない時っていうのは、まあ、要は感覚なんですよね。本当はただ怒ってるだけなので、だけど、うまくいってるんだから感じるっていうのかな、感じる時っていうのは A さんがどんな状態になってるのかっていうのかな、いわゆるこう波に乗ってる時の状態とかってあると思うんですよね。はい、3枚出てます。せーの、パカッ。はい、ポジティブムーブメントフォーワードのカードと、はい、ジャーナリック日記かよみたいなね、このいつもの前髪切りすぎたマリア様風、はいそして3 of cups が出ております。いいですね。なるほどね。はい、あ、すごくね、なんかなんだろう、すごい健全なんかこう A さんめっちゃ健全だなっていう感じがしますね。まあちょっとね、ここ全体見てて感じるのは、あの非常に地に足がついた方っていうか、地に足がついてる時にすごくうまくいくっていう感じがしますね。あのきちんと自分の目標とか、目標がたとえよく分かんなかったとしても、ちゃんと明るい方を向いている、つまり顔が上がってる時っていうのかな、なんかこう下向いてね、どうかな、って悩んでる時じゃなくて、あのキリッと顔をね前に上げて光の方を向いている時、なんかよく分かんないけどとりあえず目の前のこと頑張るかとか、もしくはなんか目標があったら、よし目標に向かってやっていくぞっていう非常に明るい気持ちになってる時かな。で、あのそこにこのジャーナリング、日記をつけるっていうねカードが出てます。まあ、日記をつけるっていうカードではあるんですけれども、まあ、ここにね書いてあるように、あなたが何をね普段なんか感じてるかとか、クリエイティブなアイデアとか、そうね、そういったことが書くことによってこうどんどん出てきて整理されて、そしてその自信っていうものを、なんていうか、やっぱ書くことも一つのクリエイトなんですよみたいなことを書いてあるんですけれども、まあ、ちょっと意訳するとね、なのであの常に自分の頭の中とか感情とかそういったものを整理してる感じがここに出ていますね。なのできちんと頭の中は非常にクールにしておきながら、風通しがいいっていうのかな、風通しよくしておきながらきちんと、明るい方を向いていく、っていうのかな。でプラスここにね3 of cups といって、こうみんなでねワイワイお祝いしたり、あと、楽しんだりするっていうカードが出ています。なのでこれ他の方ですね、自分一人でこれをやるのではなく、自分ではこういう状態、なんか例えば家とか、もしくは職場ではこういう状態だけれども、ちゃんと他の人との交流とか、もしくは例えばお仕事に関して言うと他の方とみんなでシェアして楽しくやっていくとかね、そういった意味で他の魂もここに存在してるし、
で、これはなんか本当にね、思考をきちんと整理するとか、感情放置しておかないって感じがすごくします。で、プラスさっき言ったように、明るい方を向いていく、顔を上げていくっていう意味ですごいね、健全、とにかく健全な感じだし、そうだな、さっきも言いましたけど、地に足がついてる感じがものすごくします。なので、そうだな、じゃあこれはどういう状態とは違うかっていうと、例えば家に一人でいてなんか瞑想ばっかりしてるとか、もしくはなんかがむしゃらにこっちだけ向いてね、でなんかこういったことをしないっていうのかな、ただただなんか何も考えずにまっすぐ前に向いてっちゃうとか、そういうのもちょっと違うかなと思うし、これになんか一生懸命になって周りの人と全然シェアしないとか、周りの人との例えばプライベートな時間でみんなで楽しくおしゃべりするとかワイワイするっていう時間を持たないっていうのも多分違うんですよね。これがなんか三位一体っていう感じが今回します。前を向いて、常に頭の中をすっきりさせておいて、そして楽しむっていうことかな。なんかそういったことのこのバランスかなって感じますね。このバランスが取れていると、すごくね、そういった時っていうのはあなたは物事がうまくいってるように感じますよ。で、やっぱりうまくいってるように感じることがすごく大事なんですね。物事がうまくいって初めて、うまくいってるって感じられるって思う人多分いっぱいいると思うんですけど、これ本当ありえないんですよね。いつも言ってますけど、鏡は先に笑わないので、自分がああなんだか楽しいぞとか、あなんかまあうまくいくいかないわかんないけど、でも今すごく自分が生き生きしてるぞって思うと物事がうまく回り始めるので、どんな風に感じるかっていうのがすごく大事なんですね。そういった意味で言うと、こういったことをしてるとあなたっていうのは物事がきっちり前に進んで、なんかこの方きっちりしてるんじゃないかなってこれ見てて思いますね。物事が収まるべきところに収まって、なんかこう仕事とかプライベートとかがそれぞれ活性化してる感じがして、初めてなんか生き生きされるんじゃないかなっていう感じがしました。はい、なのでこうすべきというよりは、こうしているときは、A さんはすごく生き生きして、あなんか私の人生楽しいって思える、だからこそ、そうあなたが笑うからこそ鏡が笑う、つまり現実が良くなってくるっていうことですね。なので、そういうね、ちょっとそういうところあるかもって方はね、ピンときた方はご参考になさってみてください。はい、ちょっとねここだけに偏っちゃってるなとか、こればっかりしてるなっていう時もあるかもしれないですけれども、これが3つ揃った時っていうのは、自分はこうあれですね、こう777みたいな、何スロットみたいな、あこうなると私ってすごい楽しいんだ、ワクワクするんだ、生き生きするんだっていう風に頭の片隅に入れておくといいかなとは思いました。はい、それではですね、では逆になんか停滞してるなとか、なんか仕事うまくいかないなと思う時っていうのは、仕事が実際にうまくいかないわけではないっていうのは、さっき言ったようにただ怒ってるだけですね。そこにうまくいっていないっていう観念をつけてるのは私たちなんですけれども、じゃあなんでそう思うのかっていうところで、はい、なぜそう感じる現実が出てきてしまうのかっていうことですね。どんな状態の時にそういうふうに陥りやすいのかですね。これ知っておくと本当にちょっとした自分の行動とか考え方で変わってきて、すごくこう気分が乗ってくるっていうのかな、気分乗ってくるのって私お仕事ってすごい大事だと思うので、はい、こんなポジション作ってみました。はい、3つ出てます。せーの、パカ、はい、エースオブクリスタルズのカードと、はい、ブローオフサムスティームのカード、はい、そしてなんでペッツのカードが出ました。なるほどね、はい、なるほど、 A さんが仕事がうまくいかないときはワンちゃんのことばっかり頭にあるからですみたいなね、違いますけど読んでいこうと思います。なんかね、およそなんかうまくいきそうなカードばっかり出てますけど、可愛らしくてね、でもなんかね、なんとなくなるほどなと思いました。これはね、 A さんの資質ですね。素質っていうの、資質、自分人って本当に資質があって、
いわゆる社会一般的っていうところの、こういう人が成功するんだよねとかっていうのと実はあんまり関係がないんですね。その人の資質にぴったりあって、そして自分自身の資質に対して全くこう葛藤がない人が成功するんであって、なので必ずしも明るく生き生きしてることだけが成功の秘訣とも限らない。例えば内側にこもって一人コツコツやることの方がうまくいく人なんて世の中に5万といるんですね。なので、そういった意味で言うと、これ A さんの先ほどのうまくいってる時のあなたの状態とこれっていうのがすごいつながってるなと思いました。これね、なんかつながってるっていうより、この場合はね、こうあれかな、一個一個かなって思う。まずこれかな、エースオブクリスタルズはすごく分かりやすいなと思って、すぐに分かりやすい結果が出るということをうまくいくことだと勘違いするときみたいな感じかな。なんかこれってすごい金脈みたいなのを掘り当てたみたいに今回は感じるんですけれども、なんかそういうものすごく分かりやすいことを求めてしまうとき、そして分かりやすい結果かな、分かりやすい結果を求めてしまうと、基本的に人生ってずっと続いているので、その全ての瞬間がこの状態のはずないじゃないですか。でここに向けて、そのいろんなことがあって、ここを本当はやりたいんですけど、魂さん的には。でこれは最終的な結果に過ぎないっていうのかな。だけどこれがいつまでも見えてこないと不安になっちゃったりとかするんですよね、こういったことをいつも求めてる方っていうのは。例えばなんかそのお仕事においてね、2年3年私今の仕事やってるのに全然うまくいかないんですよって思ってる時の2年3年って完全に無駄にしちゃってる感じなんですよね。本当に無駄なわけじゃないんですけど、結果が出ることが成功で、それまでは失敗だと思ってるんですよ、そういう方っていうのはね。そうだけど、そうじゃなくって例えば、世界の巨匠みたいな、私なんかまあ、美大とか行ったのでついついこう絵を描く方とかアーティストとかと比べちゃうんですけど、比べる？なんかそういった方を参考にしちゃうんですけど、世界の巨匠と言われてる方も、その自分なりのスタイルを見つけて本当に安定した評判を得るのって大体人生後半なんですよね。で若い時はいろんな展覧会に出しても酷評されてすごいこううつうつとしたりとか、あとは新しい自分のスタイルを求めていろんな土地を転々としたりとか、いろんな方の模倣をしてみたりとか、いろんな技法を試してみたり、でその時にじゃあものすごく売れてるかっていうとそうではないんですよね。だけどその間がすごく大事、いわゆるプロセスですね、そのプロセスがすごく大事なので、なのでこれなのですごい分かりやすいというか、誰にとってもそうだと思うんですけど、 A さんが仕事がうまくいかないなと思ってる時っていうのは、そもそもちょっとこの最終的な結果みたいなのだけがうまくいってることだって思い込んでる時っていうことをまず一つ言っています。はい。そして2つ目、これはね、これ多分さっきのうまくいく時のあなたの状態っていうのとちょっとリンクしてるなと思うんですけれども、なんかね、なぜか知らないんですけど、今回ちょっとやけになってるじゃないんですけど、なんかもうなんかやっちゃおうみたいな、今が楽しければいいみたいな感じがすごくするんですよね。多分もともとさっきちょっとその地に足がついてるとか頭の中を整理してるみたいな話をしたと思うんですけれども、考えることがすごい得意な方だったりとか、物事を整理した方が気持ちがいい方ってたまに考えすぎちゃうんですよね。で考えすぎちゃうとだんだんその考えすぎることが
嫌になってきて煩わしくなってきて突然こうなる方っていらっしゃるんですよね。そう、もういいやみたいな、もう今が楽しければいい、もう知らねえみたいになってうわーってなっちゃうみたいな。そうするとあのね、これね、実はね全然悪いことじゃないんですよ。私は全然悪いこととは思わないんですけど、 A さんの資質的に言うと多分もう今いいやってわーってなった後に多分罪悪感が湧いてきたりとか、なんか結局何にもならなかったな、なんか地に足がついてないと結果を得られない感じがするんじゃないかなと思うんですよね。そう、なんかそれでなんかこうあまり何も考えずに適当でいいやってなっちゃうと、なんか結局あれってなんか無駄な出費だったなとか、ちょっと無駄なことしちゃったなって思ってシュンってなりがちなんだと思うんですよね。そう、何度も言いますけど、これが悪いとは全然思わないです。ただ A さんが仕事とかが、ね、いろんなことがなんかうまくいってないなって感じるときは、ちょっとこういうことをしてしまうときっていうのは感じやすいかもしれませんねっていう感じで今回感じます。はい、そして、ペッツね今回ここから感じるのは何て言うかな、自分と歩幅が違う人とかのことばかり、ことばかりだけじゃないけど、自分と歩幅が違う人を気にかけて立ち止まってしまうっていうことを言ってますね。なんかより弱き者、より小さき者を気にかけないといけない。まあ優しいんだと思うんですけれども、ただそれをやってると、まあ見ての通り、このユニコーンさんはまだこの先ずっとこう行くね道があっても。このねワンちゃんがあのね聞いてって言ってることに、どうしたのって言って聞いてると、まあここで時間が過ぎてしまうっていうのかな。だからこれも悪くはないです、全然悪いことではないんですけれども、ただ多分 A さんにとってこれをやっているとすごく、あ、なんか停滞してしまったとか、言葉は悪いけれども、ちょっとなんていうの、油を売ってしまったじゃないけど、道草してしまったとか、時間を無駄にしてしまったとか、だけど多分ここをなかなかこう見限れないみたいな、ここってこのおちびわんこ、このおちびを私置いていけないみたいに、だけどそうなっちゃうと、これがだから悪いわけではなく、ちょっとうまくいってないなとか、停滞してるな私の仕事って感じやすくなるきっかけになるんじゃないかなと思いました。はい、なのでこれ以外はね、この2つは本当に別に悪いことでも何でもなくて、これがご自身の性質とか魂の性質っていうのかなとぴったり合ってる方はすごくいいことだと思いますけど、 A さんにとってはこういうことをしてしまうとなんだかしっくりこないっていうのかな、多分 A さんの流れとかテンポっていうのがあって、それを阻害するんじゃないかなと思いました。はい、なのでこういったことをしてる自分をジャッジする必要は全然ないと思うんですけれども、ちょっとね気づいたら、比較的じゃあこうするよりは前を向いていった方が自分にとっても、そう、必ずね自分にとってプラスになることっていうのは周りの方にとって本当の意味でプラスになるので、だからなんかそんな風に考えて捉えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、これもね思い当たる方、ピンときた方だけご参考になさってみてください。はい、そして最後、今後というかね、この次一番直近の展開の可能性ですね。人って自由意志があるので、その何を選ぶかによってまたどんどん変わってきますのでね。で、その展開と、メッセージみたいなのを混ぜて、今回は ABC さん全員に同じデッキで1枚ずつ引いております。3枚出てます。せーの、パカ。はい、クラックドオープン。はい、そしてバルナラビリティ。はい、あ、そしてザ、バッジャー&銀行ということで、かわいいかわいいアナグマちゃんとイチョウですね。銀行、はい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 、こんな感じかな。はい、
直近の次の展開ということで、まあ、感覚的に私今これ見て1ヶ月ぐらいかなと思いますね。1ヶ月以内ぐらいにはこういった状態なのではないかなと思います。この2枚は非常に分かりやすく似た感じで出てきてますね。はい、傷を癒す、そしてこれが傷つきやすい心というカードです。でそこに、クラックドオーブンということで、こうなんか割れてね出てくるっていう、そういうカードが出てますけれども、おそらくですね、先ほどこの現在地で出ていた、まあ、これね Be Courageous ということで、ちょっと勇気を奮い起こして、今までこうやってね見て、こんななんかこうやってね助けてもらったり、なんかよしよしママってなんかそういう風にしてたところから急にキリみたいな感じで一人で行かなきゃいけないんですよ。でまさに Be Courageous で勇気を出してっていうことですね。なのでその前にね、多分ねこの傷を癒すっていうのが2枚来てるんですよね。でじゃあどういうことかというと、今回ね仕事で見ているので、今までお仕事をしていく中で怖いなって思ったこととか、あとは本当に人間関係とか、もしくはお仕事のね中で傷ついてきたこと、ショックを受けたこととか、失敗、分かりやすく言うと失敗とかね、そう、もしくは期待しすぎてしまってがっかりしたこととかもあるかなと思いますね。もう仕事なんでね、先が見えなかったりするものだと思うんですけれども、やっぱり何かやっていきながら、やっていく途中でうまくいってるなと思ってたら、急にあれなんでこうなっちゃうんだろうみたいなことがあったりとか、あとはすごく楽しみにしていたプロジェクトが途中でね、おじゃんになってしまったりとかいう人もいると思いますし、なんかすごい頑張ったと思ったら大したお金もらえなかったりとかね、なんかすごくね、こちらからするとよくしてあげたって思う人に、なんかなぜかすごい怒られたとかね、なんかそういういろんなことがあると思います。お仕事ってね、友達じゃないからね、そうだから人間関係だけじゃなく、お金とか、お仕事の内容とか、自分ではよくやったと思ったけれども、あまり喜んでもらえなかったとかね、人によって本当にいろんなものがあると思います。例えば先ほど言ったように、これがね、私今まで子育てとか家のことをやっていることが自分の仕事でしたっていう方が、まあなんかこんな感じで何か次の展開に向かおうとしている時に、もしかしたら昔、こうね、家族の中でいるやっぱりこう安心感とか、まあ、大変だけれどもやっぱりこの家族以外の人と対峙した時のドキドキ感ってまた別だと思うんですよね。なので、まあ、その家事とか子育てとかをやる前の社会にいた時の自分を思い出してドキドキしちゃうとかね、そういう人もいるかもしれません。でそれが癒されるっていうことを言っています。じゃあこれがどういう展開なのかっていうと、もしかしたらその時のことをこうよく見つめたりとか内観したりとか、もしくはその次の展開に向かっていく途中で、いろんなことを思い出して、あ、なんかあの時はすごく怖かったけど、あの時若かったからこんなに怖かったんだなって思ったりとかね、多分今までやってきたことを通して本当はもう大丈夫になっているのに、以前のそういう怖かった思い出っていうのだけが残ってたってことに気づくんじゃないかなっていう感じがしますね。なんか今回感じるのは、そのじゃあどうやってその傷が癒えていくのかっていうと、それがね、なんかここをすごく感じるんですけど、ここから感じるんですけど、なんかね時間が癒したとか、そうね、それがだからなんか自分が怖いと思ってたのはあの時はまだ社会経験が浅かったからなんだなとかね、あと要は自分がもう変わったってことですよね。あ、自分ってもうこれを怖がる時の、怖がってた時の自分じゃないんだってことに気づくっていう感じが今回すごくします。
もしかしたら途中でね、さっき出てたようなこういういろんな人からの愛情とかサポートとかもらって強くなってるっていうこともあると思います。なのでそうすることによって新しい自分がまるでね、こうなんかかさぶたが剥がれて下から綺麗な皮膚が出てくるように、新たな非常に強い自分っていうのが生まれてくる、それをちょっと次の展開では一旦それをね経験されるんじゃないかなと、これを見ていて思いました。はい。なのでまあどちらにしてもね、なんかもう現状こんな感じですごく良くて、まあ今から外に向かっていくぞっていう感じなんですけれども、まあそこに合わせて、恐れとか不安っていうものが癒されていって、もう自動的にね、いつも言ってますけれども生理現象自動発生みたいな感じで、自然発生みたいな感じで癒されていって、でポロッとこうかさぶたが取れて、下から非常に綺麗な肌が出てきて、その肌は以前ほどこう傷つきやすくないっていうのかな、非常に強靭な肌が出てきて、まあ、それが要はこの勇気ある、A さんっていうのかな、なんかそういう感じなんじゃないかなと思いました。はい。まあどちらにしても非常にね、お仕事現状も良さそうですし、新しい展開を見せていかれるんじゃないかなと思います。でそこにこういうね成長っていうのがね、おそらくこう付随していって、なんかご自身的には一段本当にこう仕事のステージが一個上がるだけでなく、ご自身も、一段階こう成長していくっていう、そういったことがね付随してこられるタイミングなんじゃないかなと思いました。はい。それでは A のエメラルドを選んでいただいた方のリーディングは以上となります。はい。ちょっとね、最近バタバタしていて久しぶりになっておりましたけれども、今日もねこちら見に来てくださいましてありがとうございました。はい。それでは B のテクタイと選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。はい。今回こちらが全部お仕事なので、お仕事の現状で、これがお仕事全体をこう俯瞰した時に B さんが今どの地点にいるのか、現在地ですね。はい。そしてこちらがですね、B さんが仕事がうまくいってるなーと思ってる時っていうのは、 B さんがどういう状態の時なのか、いつも言ってますけれども、物事っていうのはただ起こってるだけなので、いいも悪いもないんですけれども、うまくいってるなーって感じるってことですね。 B さんが感じる時はどんな状態なのか。はい。でこれは逆に、なんかうまくいかないなとか停滞してるなと思ってる時はどんな状態の時にそう感じてしまうのかっていうのかな。はい。まあ、A さんにも言ったんですけど、資質なんですね。皆さん の, タイプっていうのかな、こういうのが好きとか嫌いとか得意とか不得意とかっていうところを、なんか無理して曲げたりしようとすると大抵うまくいってないなって感じがして、自分のこうなんていうのかな、自分の声で歌うっていうのかな、本当に自分らしく、そして、自分に合ったやり方をしてる時ってうまくいってるなって感じるものなんですね。まあ、その辺読んでます。で、最後にですね、一番直近の次の展開の可能性です。はい。人によって選択をすることによって5万とね、いろんな展開がありますけれども、今最も直近の、起こりうる可能性が高いこと、はい、とそのことについてのメッセージっていうのを引いております。はい。それではですね、B さんの現状で、これ現状っていうのはさっき の現在地と何が違うかっていうと、B さんが自分で認識している現状ですね。はい。2枚出てます。せーの、パカ You'll know in the morning のカードと、はい、スターティングオーバー、強いの来ましたね。一からやり直すっていうカードと、まさに、まさにこれなんかかなり変化強いですね。はい。何か、まあ、これは人によってかなりいろんな状況があると思います。まあ、お仕事って言っても分かりやすいお仕事だけではなく、子育てがね仕事って方もいらっしゃると思いますし、お金がすごい入ってきてそれで生活しているわけではないけど、いずれはこれをなりわいにしていきたいっていうようなことも当てはめていただければと思うので、いろんなお仕事があると思うんですけれども、今回なんか不思議な感じっていうのかな、なんか、この2枚見ててすごく感じるのは、新しい
新しい人生が入ってくるっていう感じがすごいするんですよね。なんか B さんの中に新しいタイプの流れが入ってくる。どちらにしてもうまく言えてない全然表現できてないけど、ただそれは、まあ、ここにもね出てるようにちょっとまだ見えてないっていうのかな。次の展開は多分見えてないんだと思うんですよ。ただ新しいことが始まるっていうのはすごく感じてて、ただここにね始まるだけじゃなくスターティングオーバーなんですよ。つまり一旦何かが終わってで、また新たに始まっていくっていうのかな。まあスターティングオーバー自体は一からやり直すっていう意味なんですけれども、ただ今回はなんか本当に一旦何か今までやっていたスタイルとか、自分なりの、そうだな、やり方スタイルもしくは考え方を一旦ガラッと変えて、新たな気持ちで始めるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、まあ、どちらにしても結構こう、こう切り替わっていくっていうのかな、切り替わっていくタイミングなんじゃないかなと思います。はい、でなんかちょっとね静かな感じがあるんですよね。すごくこう物事が大きく変わっていくからこそちょっとこうシーンとしてしまってるっていうのかな、心の中が。だからあまりこうなんていうかな、ドキドキしたいけどドキドキしきれないみたいななんじゃそりゃって感じですけどそういうこともあるかもしれないですね。はい、それでは続きまして、全体、お仕事全体を俯瞰した時に、見えてくる、B さんの今のお仕事の現在地点、どのあたりにいるのかっていうのかな。はい、4枚出てます。せーの、パカ。はい、ガイドオブソーズ、これ初めて出たかも、リーディングで。はい、これねロビンフッドのカードですね。へー、なんかここだけね大草原の小さな家みたいなアボンリーへの道みたいな感じですけど、だけどロビンフッドのカードですね。はい、そしてお、リーベル久しぶりに出ました。はい、そしてサーベント、はい、あ、そしてペンタクルの8が出ております。なるほど、これはちょっと強いというか、あ、でもなんかこんな感じかな、流れ的にはね、こう見るとね。はい、なんか面白いですね、さっきのこのこれとこれがなんか同じことしてんじゃねえよみたいな僕たち仲良しだもんねみたいな感じですね。なんか双子ヘビみたいな、すごい面白い。へー、はい、そうだな、まあ、一言ではないけど一言で言うと、今まではねちょっとこうパダワンだったっていうのかな、まあ、なんかこうずっと何かを学んだりもしくはまあ、まだまだだなーと思ってせっせとなんかやってた、自分を向上させてたところから、我が道を行くっていうのかな、一匹狼感あるんですよねこの2枚ね。そう、なんかこうすごく外の世界へ出ていくとか、でも外の世界に出ていくっていうのもなんかあれですよ、リクルートスーツみたいなの着てみんな同じような格好してそのうちの社会の歯車の一つとなるため出てくっていうより、もうかなりユニークな存在ですね。ねえ、ロビンフッドなんていうのも悪なのか善なのかちょっと要はわからないっていうような、そういう微妙なところだと思うんですけれども、このリーベルもそうですよね。なんか可愛い妹の自転車みたいに乗ってるけど、まあ、本人はこうなんかパンクのお兄ちゃんみたいな格好をしておりますよね。はい、なんか非常に個性的というか自分なりのスタイルがある。そしてこっからいけませんよっていうところにむしろ果敢に向かっていく、これもそうですよね。ロビンフッドも要はその法を破ってで、その法のもとに弱者になってしまっている人たちのために法を破ってお金を盗んで、弱者たちに分け与えて、こうなんかこう、なんていうのかな、世直しっていうのかな、それをしようとしてる、こう、富と
富があるところと、貧しいところをこう鳴らそうとしてるっていうのかな、まあ、そういう感じの存在だと思うんですけれども、まあ、なので、まあ、なんかばっくり言うとっていうのかな、はそんな感じなんですけど、これが非常に面白くて、このサーペントのカード、これはあの人生のある領域とか、まあ、ご自身が成長しすぎて、あの一部がこう大きくなりすぎて脱皮をせざるを得なくなるっていう意味もあるカードなんですよね。で、新しい形になっていく。だから今まではこうパダワンだったわけですよ。パダワンってあれね、あのジェダイね、ジェダイの見習いのことパダワンって言うんですけど、でパダワンからこうマスターになるにしても、あのなんだろう、あのクワイガンジンとか、オビワンみたいな、まあよりはちょっとヨーダっぽいというか、ちょっと。と独特なっていうのかな、ご自身の、信念に沿ったマスターになっていく、そういう感じですね。なので、もしかしたらこう分かりやすい例で例えると、今まではそのどこかの会社とかに所属していたけれども、まあ、この方とても実は個性が強かったり、自分なりの考え方っていうのがどの会社とか、その働き方が合わなくて、 そしてもうそこにはいられなくなってしまうんですね。でそうすることによって、でもう自分なりの、もう仕方ないから、こうなんていうのかな、このロビンフッドもそうなんですけど、世直しをしたい、でもそのこのロビンフッドで言うと、その法律にちゃんと従った上でやっていたら、本当の意味での世直しなんか全然できない、じゃあ自分なりのやり方でやっちゃおうみたいな、他の人が世直しするんだったら真面目に働きなさいとか人に優しくしなさいって言うけど、そのやり方しかないわけ、俺はこの道を進むみたいな感じだと思うんですよね。なんかちょっとそういう感じがしますね。なので非常に個性的ですね、 B さんね。なのでまあ、これがご本人が個性的かどうかっていうのは人によって違うと思いますけれども、おそらく今後のその脱皮した後の、生き方、働き方、そうだな、まあライフワークだったら生き方みたいになるかもしれないんですけど、それが非常にユニークなものになっていく、我が道を行くようになる、そういうような感じ。今ちょうどこういう、お話で言うと、ちょうどこういう下りっていうのかな、にあなたはいらっしゃいますよということを言っていると思いました。はい、それでは、いいですね、 B さん楽しそう。楽しそう、まあ大変かもしれないけどね、パダワンからマスターになるの。はい、B さんが、仕事がねうまくいってるなーって思う時とか、本当に仕事がこうトントントンっていくような時っていうのは、皆さんのやっぱり心理状態だったり、まあ、自分に合ったやり方をしてる時なんですけれども、それって一体どんな時っていうとこ読んでます。はい、3枚出てます。せーの、パカ、いきなりせーのが来た。スタコラサッサ。これ私いつも思うんですけど、なんかこのちょっとこのバラ散ってない、この辺に。なんでこんな面白いの本当に。はい、ザ・ドラゴンフライ&パンジーということで、バランスと書いてありますね。はい、あ、そしてシックス・オブ・スペルズということで、可愛いんですよね、ユースタスが生まれた時、みんなめちゃくちゃ幸せそう。はい、なるほど。読んでいきたいと思いますが、ここがセットかな。まあ非常にシンプルですけれども、そうだな、わかりやすく言うと、みんなでワイワイ楽しくね、喜んだり、楽しいこととかには没頭しつつ、嫌な時は嫌っていう、そのバランスが取れてる時っていうことも本当にすっごいシンプルに言ってますね。なんか自分の心が本当に、楽しんでることには時間とか、まあ、お金とかそういったものを使って、で嫌だなって思うことにはもう
このこうなんていうの、ごめんなさいみたいな感じもないよね。このなんかもう一切多分この後振り向かないよねこの人ね。それぐらいもう嫌なものは嫌。なんかそこを例えばね、今言ったようにちょっと、なんか申し訳ないけどとかってやるんじゃなくって、あーごめんごめんないないないみたいな、そのぐらいもうイエスとの結構はっきりされてる時っていうのかな。だから別の言い方をすると、自分が納得いかないものとか、そのことに時間使いたくないなっていうことに対して妥協しないっていうのかな。もしくはこうなんか変に罪悪感を抱いて、なんか少しだけでもこうなんかちょっと悪いけどって言うと、なんか言い訳しながらなんかやるっていうよりは、あもうあるかないかはっきりみたいな、ちょっとそういう感じかなと思いました。あともう一個感じたのは、そうだな、なんかこの仲間に入れてる人と入れてない人がいる気がする。なんか悲しい話だけど、なんかこの人たちと一緒に楽しめるけどこの人はいらないんだよなみたいな、なんかそういったことのバランスを自分で取れる時っていうのかな。なんかもう かわいそうだから入れるかってなったりとか、まあでもそれって結局愛じゃないんですよね。ただの同情でしかなくて、この人にとってはその真実じゃないからね。そうね、もしかしたら彼女は僕にまだ気があるのかもと思って何年か無駄にしちゃうかもしれないじゃないですか。ね、って思うと、まあここでね、みんなでこう和気あいあいと楽しめたりすることとか人たちには、自分はしっかりそこに時間とか喜びとか気持ちっていうのを割くけれども、そうじゃない、これ人だけじゃなくね、興味ないなと思うこととかにははっきりノーと言っていくみたいな、そのバランスが取れてると、あなたの場合は多分ね、そこがないからすっきりするんじゃないかなと思いますね。で、なんていうかな、この要はエネルギーのロスがないんだと思います。エネルギーを本当につぎ込みたいことだけにつぎ込むので、そうだな、まあ、この2つから来るのはちょっと人もあるかなって感じがどうしてもしちゃうんですよね。付き合いたい人と付き合うけど付き合いたくない人とは付き合いませんみたいな、それ結構ご自身の中に嫌だな、めんどくさいなっていう人を自分の世界に、なんかでもかわいそうだからなって入れてる時は多分ちょっともたもたしがちなんじゃないかなって思いました。はい、まああまり他のこと言ってないんでね、もしかしたらこれだけが一つネックというかなのかもしれないですね。ちょっとこう同情しちゃうとか申し訳ないなって思う気持ちが強いのかもしれません。はい、ということで続きまして、逆にうまくいかないな、なんか停滞してるなと思うときは、お仕事でね、 B さんがどんな状態になってるときなのか、はい、これはまあそんな意識しなくていいんですけど、頭の片隅に入れておくと、あ、私この状態になっちゃってるっていうときは、ね、そこからさっさと出した方がいいかなということで、参考程度に、はい、4枚出ておりますので見ていってください。せーの、パカ、はい、Stand Your Ground のカードと、はい、クラウンチャクラが出てきました。ほう。はい、そしてセンシティビティ。繊細さみたいなね。はい。そしてTwo of Challengesが出ております。なるほどね。ああ、なるほど。はい、面白いですね。ちょっとここがまた77なのも面白いなと思うんですけれども、正しさっていうのかな、正しいかどうか、自分が正しい道を選べてるかどうか、自分が頑張れてるかどうかとか、ちゃんとできるとこまでやってるかとかね、結構厳しいのかな自分にってちょっと思いましたね。そうで、正しいか正しくないか、正しくないかっていうより正しいことをちゃんと感じられてるかな、なんていうのかな、ダブルチェックみたいのがダブルどころじゃないみたいな感じかな、ちゃんとこれ間違ってないかなっていうのを2回だけじゃなく3回も4回も5回もチェックしてるうちに動けなくなるって言ってますね。なので
よく言うと、よく分かりやすい例で言うと、石橋を叩いて渡るって言い方ありますけど、石橋叩いて叩いて渡らないっていう人いるじゃないですか。もしかしたら石橋をなんとか、なんか一回叩くぐらいだったらいいのに、何回も叩いてるうちにだんだん不安になってきちゃって、これでいいのかなみたいな感じになっちゃうんじゃないかなと思いますね。センシティビティも出てますね。繊細さっていうのかな。ちょっとね、神経質な感じがしますね、この辺見ると。これもそう、神経質な感じがするし、あとこのね、スタンドユアグラウンドもそうなんですけれども、なんか頑張んなきゃみたいなのが来るんですよね。なんかこう、立場の固守っていうこれカードなんですけれども、こう踏ん張って絶対にのかないぞ、絶対にやるぞってなって、絶対成し遂げるぞって思うからこそ、ここはすごい気になるっていうのかな。正しいかどうかがめちゃくちゃ気になっちゃうっていうところですかね。そうすると、そもそも別に間違っても何もね、間違ってもいないのに、急にえって結局どうだったんだっけみたいな、こうハッとするっていうのかな、ハッとして足が止まってしまうって言ってるんですよね。変な言い方かもしれないけど、内観しすぎちゃうつまり考えすぎちゃうんですね。深く考えすぎると、要はいろんなこと疑い始めるので、そうすると停滞しやすいですよっていうことを言ってます。なんかね、うまくいかないより、B さんがとっとと動けばいいところが動けなくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。で、それの理由として、一番最初はね、なんかこう、なんかやる気出しすぎちゃうっていうのかな、やる気出しすぎて何が悪いんだよって感じですけど、本当にうまくいくときって、要は力が入ってないのにスーって動いていくんですよ。だけどちょっとこの、なんかよっしゃやるぞみたいに B さんの場合はちょっとなると、ここをなんかがっつり見ようとして、なんか自分ってどう感じてるのかな、これでいいのかなって、なんかつぶさに見て、そうだな、それがなんか気になっちゃって、でなんかだんだん、あれ何やってたんだっけみたいになっちゃうみたいなそんな感じで出ております。はい、これもまあ、ピンときた方はね、ご参考になさってみてください。はい、それでは、なんだっけ、次の、2枚ね、こうちょっと B さんだけ2枚出てきちゃったんですけど、次の直近の可能性ね、次の展開だ、直近の次の展開の、最も高い可能性のところを読んでます。で、そこにプラスしてメッセージも一緒に引いてます。で、今回は A、B、C さん、これそれぞれのデッキから1枚ずつ引いたんですけど、B さんだけ2枚一緒に出てきましたね、これが。はい、4枚出てます。せーの。パカ。はい、ザ・セブン・スター・シスターズということで、プレアデスの7姉妹が出てきてますね。はい、そしてアーススクールのカード、ナーチャーユアセルフのカード、ほう、そしてザボブキャットアンドブラックソーンということで、ペイシェンス、忍耐、なるほどね、どっちかな、なるほど、まあ、どっちも並びはどうでもいいんですが、はい、ちょっと A さんも見てて思ったんですけど、多分直近で1ヶ月以内ぐらいなんじゃないかなって、なんか今回は体感として感じてますので、まあそんな感じで見ていただければなと思うんですけれども、まあいつも言ってるように、皆さんの選択の数だけ、無数に未来が存在してますので、今最も起こりうる可能性の高い未来の、直近の次の展開、はい、ということで、全然悪くないんですけれども、ちょっとこの1ヶ月ぐらいは調整期間っていう感じがしますね。でもすごく大事っていうのかな、要は華々しくないっていうのか、華やかではないです、華やかではないんですけど、次の、学びに入っていくための、そう、しかももうこう、なんか自分の人生のタペストリーみたいな中に織り込まれてるって言ってます。だからすごく重要だし、絶対ここは多分避けて通れないと思う。
逆にこれを、スルーしようとすると長引くと思うので、さっさと済ませた方がいいかなと思うんですけれども、Nurture Yourself ということで、自分の内観するっていうのかな、内側を整えておく時期っていうのにこれから入られるんじゃないかなと思います。多分おそらく1ヶ月以内ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、もうね、次の展開が待っていて、新しい、挑戦って感じが今回しますね、新しい挑戦っていう感じが今回します。でそれがやっぱこれなんじゃないかなと思うんですよね。我が道を行く、しかも一匹狼になってっていう感じですね。なのでその我が道を行くために、その、タイミングが多分そろそろやってくる。で多分もうすぐ4月なので、そういうね、リアルタイムで見てる方はちょうどそこに向けてって方もいらっしゃるかもしれません。それまではとりあえずはその自分の内側を整える時期、もしかしたらその次の展開なので、4月とかになってしばらくはちょっと調整期間が入りますよっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもそれがタペストリーオブライフとかエクスプレッションって書いてあるので、まあご自身を本当の意味で魂の計画に沿ってしっかり自分を表現していくための準備期間にしっかり入っていかれるんじゃないかなと思いました。はい、なので先ほどのこの現状と、照らし合わせて読むと、このね、自転車に油を差しておくとかねあとは、ロビンフッドで言ったらこうなんか剣を研いでおくとか、このね、盗みに入るところの下見をしておくとかね、はい、大丈夫こんなこと言ってそういうような感じとかね、もしくはなんか自分自身のこう理念っていうのかな、この先に行った時に向けて自分のこう英気を養っておくかな、それが一番強いかな、英気を養っておくような状態っていうことを言っていますね。はい、なんかちょっとペイシェンスって出てるので、もうちょっとだけ我慢してね、もうちょっとだけだよ、ちょっと待機っていう感じかな、そう、もうちょっと待機しててねみたいな感じのことは言っています。だけどこれがねすごく面白いなと思うんですけど、ここに Investing time in self-care now will yield more energy for you later ということで、書いてありますので、今後のためにってことなんですよね。やっぱりね、今後のために今はちょっと英気を養う時ですよっていうことを言っています。でももうこれ、それは自分のこう宇宙のタペストリーの中に柄としてもう刻み込まれてる、し、だからもうこう流れとしてそれで正しいってことですね。そして、これからね、一人こうやってポーンって学びの中に、次の新しい学びの中に、勇敢にこう果敢に飛び込んでいくために、今は英気を養う時なんですよと言っていると思いました。はい、ということで B の、テクタイトを選ばれた方のリーディングは以上となります。はい、なんかかっこよかったですね、 B さんね、我が道を行く、で、まあそこに向けて今ちょっといろいろね、調整を図られているところだと、出ておりましたので、ピンときた方はいろいろね、ご参考になさってみてください。はい、それでは今日もこちらの動画を見に来てくださいましてありがとうございました。はい、それでは C のクンツァイと選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回こちらが現状なんですけど、ただの現状じゃなくてお仕事の現状、 C さんが認識されているお仕事の現状で、これが、C さんのお仕事全体を俯瞰した時に一体今どのあたりにいるのかっていう現在地みたいなのを見ています。はい、でこちらがですね、C さんがお仕事がうまくいってるなーって思う時は C さんがどんな状態の時なのかっていうのを読んでます。これどういうことかっていうと、物事はただ起きてるだけで特に意味はないんですね。だけどそこにうまくいってるとかうまくいってないって感じるのは私たちの観念なんですけれども、
まあ、なので、基本的にいつも言ってますけど、鏡は先に笑わないので、どんな時にそのうまくいってるって感じるかで、うまくいってるって感じると実際うまくいき始めますので、はい、特徴っていうのかな、読んでます。でこれはその逆で、どんな時になんか停滞してるなーって、これね、停滞してるな、うまくいってないなーって思うと、どんどんそういう現実がやっぱり見えてきてしまう。これもそういう風に見えるだけなんですけどね。なので、まあ、これもどんな時にそういうことに陥りやすいのかっていうのを見てます。で最後に、直近の次の展開、 A さん B さん見たところ、多分大体1ヶ月以内ぐらいじゃないかなと思いました。はい、なので大体1ヶ月以内ぐらいに最も起こりうる可能性の高い次の展開と、そのことについてのメッセージ一緒に引いております。はい、それでは C のくんざいとさんの現状ですね。はい、またいつも通り汚いですけど2枚出てます。せーの、パカ。はい、うわ、なんか筋肉隆々きた。ファームファウンデーションのカードとアセイムのカードということで、コマンダーオブパワー、すごいね。なんかこれどうしたの C さん、なんかやる気満々じゃんあのなんか全然悪い感じはしないんですけど、力ずくで物事を動かそうとしてるってとにかく言ってますね。なんかその力づくっていうと、普通はね、なんかちょっと無理くりって感じがして悪い感じがするかもしれないですけど、なんかそうじゃなくて、何クソパワーみたいなそんな感じ。なんかもしかしたらちょっと大変なのかな、大変忙しいとか、もしくはちょっと気が乗らないとかいう人もいるかもしれないですね。だけど、やるんじゃーみたいな感じでぬおーってやってる感じがありますね。そうね、だからそれあるかな、ちょっと気が乗らないなってことでも、もう気力でやっちゃう人っているじゃないですか。もうなんか、やっちゃおうみたいな感じで、なんかそういう明るさも感じるし、力強さも感じるし、まあファームファウンデーションなので、もしかしたらなんかこう一気に礎を築こうとしてるっていう人もいるかもしれないですね。なんかもっと先のことをどんどんやりたいけど、まずはこの基礎的なところやっておかないといけないから、先に片付けちゃおうみたいな、そういう人もいるかもしれないです。はい、まあ、お仕事っていうね、一概に言っても分かりやすい、なんかこうお仕事だけじゃないと思うんですよね。なのでまあいろいろちょっと当てはめて、聞いていただければと思うんですけど、例えばまだ仕事にはなっていないけれども、何かライフワークなことをされてて、趣味とかもねされてて、ここからやがていつかは仕事にしていきたいというようなことで言うと、まず今言ったように、基礎的なところ、例えば人々に見てもらうために、こうインターネットのこうなんか分かんないホームページとか、SNS とかを今整備してますって方もいらっしゃるかもしれませんし、お子さんを育ててらっしゃることが今の私の仕事ですとかっていう方で言うと、もうこの0歳から3歳までが大変だから生き抜くぞみたいなそういう方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ、どちらにしてもなんかね、こうあんまり悪い感じはしないんですよね、力づくといっても。なんかとてもね、明るいっていうのかな、前向きな、かそう、前向きな力強さっていうのをすごく、はい、感じますね。なんかいいんじゃないですかね、全然悪い感じしないですね、力づくといっても。はい、それではですね、続きまして、さっきのは C さんが感じてる、意識に上ってる現状で、こちらは、お仕事全体を俯瞰した上での、現在地、 C さんが今どんな、このなんかお仕事っていう一つのストーリーの中のどんな下りに今いらっしゃるのか、4枚出てます。せーの、パカ。はい、サラスバティさん、はい、いろいろ持ってます、サラスバティさん忙しそう。はい、そしてザ・キャット&ラベンダー・インディペンデンスのカードが出てます。はい、そしてセブン・オブ・スペアーズですね。はい、小人さんたちとユースタスの花フンがかわいい。はい、そしてあ、ザ・ウェイ・フェアラー、旅人ということで、これはね、恋人たちのカードに即してるんですけど、ちょっと違う意味が、意味というか選択を意味するカードですね。はい、ということで読んでいきたいと思います。
はい、まあ、非常に分かりやすいですね。新たなご自身の道っていうのを、独自の道とか、そうだな、まあ、インディペンデンス出てますし、セブンオブスペアーズも出てますので、今までどこかね、何かどっかに所属されてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。もしくはご家庭でしたら、そのご家庭に今までいたけどちょっと外に働きに出てみようみたいな方もいらっしゃるかもしれませんし、ただね、ここにサラスバティというね、クリエイティブの神様がいらっしゃるので、何か表現されようとしてるのかなとも思いますね。で、ウェイフェアラー、これが先ほど言ったように旅人がどっちの道に進もうかなっていう分岐点を示すカードになってます。なので、まさに今人生の岐路に立ってらっしゃるっていうことも言ってますね。人生じゃない、ごめん、お仕事だね。お仕事だから、人生におけるお仕事の岐路、うん、そうだな、うん、まあ人によっていろんな多分状況があると思うので一概には言えないんですけど、どちらにしても今までは、まあ、これちょっとここね、カンカンガクガクみたいな、ケンケンゴーゴーみたいな感じで今これはね出てますけれども、ちょっとなんかそういう風な状況って人もいるかもしれないですね。そういった状況から一人、自主独立していくって方もいらっしゃるかもしれないですし、単純にこうやってみんなでいろいろワイ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 なんかこう相談とかしながらやっていたところから、やっぱり一人で独立していくって方もいらっしゃるかもしれません。サラスバティが出てるので、どちらかというと、まあ、自分らしさを何かしら表現していくっていうことをするために、一人独立の道を選ばれていくタイミングなんじゃないかなと思いました。もしかしたら、まあ、ちょっとこのセブンオブスペアーズから、見るともう一個あるかなと思って、なんか一個抜きんでるって方もいらっしゃるかもしれませんね。なんか今までは結構いろんな、今されてるお仕事の中でみんなとこう横並びだったんだけれども、抜きんでるっていうと、なんか一人だけ一人勝ちするみたいな感じがするかもしれないですけど、まあそういう人もいるかもしれないけど、どっちかっていうとちょっと他の人とは違うことを始めるとか、少し別の、アプローチをとって、なんかイメージとしては まさにこの辺りなんですけど、こう今まで行ったところのなんかこう一本あって、みんなこの同じ職業をやってた人の中から、C さんがなんか別のやり方を取得したことによって、もう一本のなんか別の道の方に入っていくみたいな、そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。ただ独立っていうだけじゃないかもしれないです。はい、なので、まあ、ちょっと他の人と何か差がつくような、この差っていうのは上とか下っていうことではなくて、やり方に差がつくとか、そうですね、されてる職業にちょっと差がつく。例えば今このやってる分かりやすい例で言うと、私はこうやってカードリーディングやってますけど、みんなカードリーディングをやってる人たちがねいっぱいいらっしゃいますけど、 C さんはなんかこれになんか天然石とか持ってきて全然違う形で始められる、なんかこうカードと石を組み合わせるとかね、なんかそういう新しいことをやろうとしているとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないということですね。はい、ということで楽しそうですね、 C さんね、なんか現状かっこいいしね、これね、こんだけやる気ありゃ絶対大丈夫だよねはい、それではですね、なんだっけ、なんだっけ、お仕事が、C さんのお仕事がうまくいってるとか、気持ちよく前進んでるとか、自分でやってて楽しいって思う時っていうのはどういう状態の時なのか。はい、3枚出てます。せーの、パカパカ、 Your Pass のカードと Deserving のカード、 Deserving かな、あ、Awakening が出てますね。はい、あら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 、わかりやすく出てきましたね。なるほど、うん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 、もうね、一言で言うと自分の道に確信を持っている時っていうことを言っていますね。これはなんかこのやり方でいいんだとかっていう、そういう小さいことじゃないですね。なんかその
自分がそのやっているお仕事全体に対して、例えば私だったらこの今だったらカードリーディングとか、例えばデザイナーさんとかミュージシャンの方とか、もしくはそういうさっき言ったように子育てしてらっしゃるとか、どっかの会社であのスーパー経理として働いてるとかねいろんな方がいらっしゃると思いますけれども、まあ、もしくはさっき言ったようにそのまだ仕事としてお金が入ってきてないけれども、もう絶対に自分はこれをやっていくんだっていうライフワークみたいなものがある方、その方向性ってことですね。もう自分は絶対これはどちらにしても一生かけてやっていくだろうなとか、とりあえずでも今はこの仕事の方向性はこの後はわからない。例えば若い方なんかやっぱねわからないと思います。でも今この時点では絶対にこれをやっていくんだ、それだけは自分の中で確かだっていう確信を持っている時っていうのは、多分ね迷いがなくなるんだと思うんですよね、この場合 C さんはね。なので迷いがない状態っていうのかな、まあ、当たり前ですけど迷いがない状態でやってる時っていうのは物事すごくうまくいきますね。で何度も言いますけど、うまく実際にいってるというよりは、自分の心に葛藤がないので、スムーズに感じられます。スムーズに感じられると実際にそれが、現実にこう映し出されて物事がスムーズに進むようになるってだけなんですね。なので、C さんがこういうことをこういう状態だと周りがうまくいくように変わるんですけれども、それはただ C さんの状態が鏡に映ってるだけです。なので、まあ、そういった意味で言うと、ただ確信を持ってる状態になっていくと、やがて3次元ってどうしても後からもたもたついて変わっていきますので、かなりいい状態だとすぐ変わりますけど、たとえちょっと変容の前だったとしても、ちょっと遅れてその状態っていうのがついてくるので、まあ、そうするといい循環の中に入っていくと思います。確信持ってることがうまくいくともっと確信持てるじゃないですか。だからいい循環の中に入るんじゃないかなと思いました。はいね、アウェイクニング出てますので、やっぱりちょっともしかしたらこの C さんはなんかご自身のそのまあ使命って言っちゃうとちょっとね、本当は使命なんて合ってないようなものなんであれなんですけど、ただ、まあ、自分はこれをやっていくんだ、そうだな、やりたいことっていうのかな、純粋にね、そう純粋にも自分はこの道を進みたいんだっていうことに対して全くこう、疑いがない、そして、目覚めた状態になっていくっていうのかな、まず余計目覚めてると確信しかなくなってくるので、はい、まあそんな感じで見ていただければなと思いました。素晴らしいですね。まあその通り、まあ、これでうまくいかないはずないもんね面白い。はい、それではですね、続きまして、じゃ逆に C さんがなんかちょっと最近仕事モニョモニョって思ってる時っていうのはどういう状態に陥ってる時なのか、これは客観的に知っておくといいんですね。でちょっと C さんなぜか2枚しか出てこなくてちょっと少ないんですけど、まあいっかということで、はい、ちょっと足らなければ足していきたいと思います。せーの、パカパカ。はい、Speak the language of love. ほう。と、Seven of trees. はい。なるほど。なんか、どうなのかな。どうにでも読めるけど、でも、もう入ってくるまんまにお話ししますと、ミクロとマクロ。すごい入ってきますね。視点がミクロになりすぎてもうまくいかないし、マクロになりすぎてもうまくいかない。なんか要は近視眼的になる。もう今目の前のすごい小さいことが気になって、そのことにすっごいこうなんていうのかな、ちょっとね、ちょっとここ2人いたりみんながいるっていうのも あってちょっと感じるんですけど、加えて言うとちょっと内輪受けっていうのもすごいここから来ますね。なんか内輪受けみたいなこと、自己満足か、自己満足の内輪受けみたいなことになりすぎてもなんかちょっと違ったかなって感じちゃうし、またはなんかすごい俯瞰しすぎて
マクロになりすぎて物事を壮大に捉えて、まあかなりこう見張るかしてこういうふうなことをこう逆算してこうしていくとこうかなみたいに思いすぎてもちょっと途方もなくなっちゃうっていうか、だからもっと言うと多分ね、中庸、ニュートラル、中道中庸っていうのかな、を行くのが一番よくて、どっちかに偏っちゃうと急にね、なんか今言われたんですけど見えなくなるって言ってるんですよね。なんだろうね本当に大事なこととか、今どうすべきかっていうのがこうすごいこう近くに寄りすぎても見えなくなるし、遠くに行きすぎても見えなくなる、この真ん中でいることがすごく大事みたいなことを言ってますね。もしくはまあこれ両方見た上で、これはただの検討材料にすればいいよってなんか今言ってますね。なんかやっぱここを見ようってするのって結構難しいので、なんかこう内輪受け、自分はこうしたいとか、本当に細かいことが気になるとか、そうだな、あとなんか自分の近い人たちはこれでいい、自分なんていうかな、自分の今の状態があって、その状態からなんか前後何センチ範囲のことはから見るとこれがいいと思うけど、もっとすごい引いてみるとなんかもう意味不明じゃない言ってることごめんなさいねもうなんかどうやって説明したらいいのか分かんないんだけど、すっごい引いてみた時にありかなしかとかって判断しちゃうのもちょっと違うよって感じなんですよね。とにかくね、だからすごいミクロの視点とすごいマクロの視点で、そのどっちかで見たり、もしくはあとなんか今もう一個言ってきたんですけど、どっちかにしなきゃいけないとかね、変に考えすぎちゃうとか、やっぱそうなるらしいんですよ。なのでやっぱこの中道中庸ニュートラルなところ、そうですね。だからちょっとなんていうのかな、こう机にねすごいこう目を近づけてなんか書くとか、もしくはすごい離れてみるのではなく、ちょうどいい、バランスで見るっていうのかな、それの方、そうした方がいいよってことかな。まあ、今回ねうまくいかないように感じるときはどんなときかで見てるので、まあ、こうした方がいいよっていうことは言ってないんですけど、まあ、こうなるときはどうしてもそうなっちゃうよっていう感じかな。これはなんかすごい内輪受け感じますね。内輪受けとか自己満足、これはなんか妙にこうなんていうのかな、一人英雄のように一人遠くポツンみたいなここにいますけど、なんかこう自分にしかわからないみたいな感じになっちゃうのがすごい来るんですよね。まあこれは自分にしかわからない、自分の責任だからとか、私が海外のドラマとかでいつもうざいって思うセリフ、これは俺の戦いだからみたいななんかそういう風になっちゃってもちょっと違うよっていうところかな。そう、はい。なので、まあ、ちょっとすいません、本当にいつも通り私の説明が完全にいまいちなんですけれども、なんとなく自分に当てはめてね、こういうことかなって思っていただけるといいかなと思います。はい、いつも通りいまいちで本当に申し訳ありません。はい、それではさっさと次行っちゃおうということで、直近の次の可能性ですね、次の展開の可能性。はい、皆さんの自由意志があって選択の数だけ未来が存在してますので、最も起こりうる可能性が高くて、なおかつ、まあ、直近だいたい1ヶ月以内ぐらいかなと思いますが、とりあえず見てみたいと思います。3枚出てます。せーの、パカ。はい、ポータル、いいですね。はい、インスピレーションのカードと、あ、ラック出た、ザ・ダック&クリサンテマムということで、幸運、ラッキーの、ラックですね。あ、いいですね、いいですね、これは楽しみじゃない。はいはい、なんかね、 C さんすごくいいなんかタイミングがやってくるんじゃないかなっていう感じがしますね。何かね、まあ、ここにインスピレーションのカードが出てますので、なんかこうひらめくとかね、もしくはあ、こうすればいいんだって思って
て、非常にそれが何かチャンスになるとか、そういう感じがしますね。はい、ポータルが出てますね。次の、ステージへの道はもう開いてますよっていうことを言っています。まあ、A さんちょっと現状を見てて大丈夫じゃないかなと思いますけれども、まあ、ご自身で決意をすれば前に進みますよということもメッセージとして入ってきてますね。そうだな、ちょっとこのインスピレーションのカードって私いつも思うんですけど、少しこうちょっと受けと、なんていうのかな、こう言ってますよ、お告げが来てますよっていうことに対して非常にこうちょっとうつむいてファーイみたいな感じがあるんですよね。まあ、ちょっと心じゃない、なんだっけ、恐れ多いみたいな感じなんだと思うんですよ、絵としてはね。なのでなんかすごくね、素晴らしい機会がやってきたりチャンスがやってきた時に、どうしよう、そんなんできるかしらって思うんじゃなくって、あなたが決めさえすればもうドアは開いているから、そうすると次のステージへと行けるから、だからぜひね、もうむしろここではしっかりとそのことを、あ、そっか、じゃあちょっと大変かもしれないけどやってみようってなってみるとかね。もしかしたらちょっと物おじしたくなるようなことがやってくるのかもしれません。例えばそのなんか賞をもらうとかね、そういう、ただ嬉しいっていうのじゃなくって、これやりませんかみたいな、ちょっといやー、そりゃやれたら素敵だろうけどちょっと荷が重いなみたいなことかもしれないですね。荷が重いなって思うと結構尻込みする人出てきちゃうんですけれども、ただまあそこはぜひ受け取ってくださいねっていうことを今回言っているなと思いましたので、はい、ちょっとね、まだわかんないですけどね、一応今後の直近の、次の展開ということで引いてますので、まあ何を選ぶかによってまた展開も変わってきますのでね、もちろんね。ただそういったものがやってきた時はぜひですね、どうかなじゃなくて一旦ちょっと受け取ってみるっていうのもありかなと思いました。はい、ということで、なんか C さん結構ねサクサクでしたね。迷いがない、なんかとにかくそういう感じしましたね。 C さん今ちょっと迷いがないんじゃないかなって思います。その迷いがない感じがなんか本当にリーディングをスルスルスルと進めてくれたというか、一切これがあるとねみたいなのがなくて、すごくねいいなと思いました。はい、ぜひこの迷いのない状態をね、さっき出てましたけど確信を持ってる状態すごくいいってね出てましたので、ぜひ確信を持って、はい、まあ迷いがないと確信を持ってるって多分イコールだと思いますので、そのまま進まれてみてください。はい、それでは C のクンツァイトを選ばれた方のリーディングは以上となります。今日もねこちらのリーディング動画を見に来てくださいましてありがとうございました。はい、以上となりますがいかがでしたでしょうか。ということで、まだちょっとね実は途中でってしながら、まあ、そこ切ったりしてると思いますけれども編集で、まあ、ちょっとまだ、ありますけど、でもね声は随分戻ってきました。そして、なんとか確定申告もですね先週終えまして、まあでもなんかいろいろバタバタとしておりまして、はい、まあいろいろ遅くはなっておりますが、こうして今日もね見に来てくださった方本当にありがとうございます。まあお仕事ということで今回読んだんですけれども、まあライフワークとかね、あとはお家でね、お家のことされてる方もお仕事だと思いますので、そういったことをまあ全体絡めてちょっとご自身に当てはめて聞いていただければいいかなと思います。はい、そしてうまくいく時の状態とかうまくいかないように感じる時の状態ですね。これはね結構ね私は自分的には知っておきたいなっていつも思うところなので、なんか要はね考え方一つなんですよね。考え方とかちょっとこう例えば卑屈になりやすい人とか、あと考えすぎちゃう傾向にある人とか、
あとなんかちょっと失敗したら自分を責める癖がある方で、このね癖なんですよ全部ね。なのでその癖を知っておくと、いつも言ってるように、あ、なんかいつも右で足組んじゃってるなってことに知ってるだけで、あ、また組んじゃってるからちょっとね体歪まないように反対も組んでおこうとかね、もしくは足を組むのをやめようとかね、やっぱ意識してないとパッて気づかないんですよね。なので、まあ、それを意識に入れておくっていうのはすごくいいことかなと思うので、今回ポジションの中にね2つ入れてみました。うまくいってる時はどういう考え方をしてたり、どういう状態の時なのか、そしてうまくいかないな、なんか停滞してるなっていう時は、どういうふうに考えてしまってるのがその原因になってしまってるかっていうのかな、結局は皆さんの内側の考え方、そうね、考え方の癖とか、自分をどういうふうに扱ってるかっていうことがただただ映し出されてるのが周りの、現実なので、なので、まあ、そこすごく大事かなと思って読ませていただきました。はい、もういよいよ3月も半ばでございますね。ちょうど今こう撮ってるのが15日なんですけれども、ちょうど真ん中でございます。もうね、なんかもう東京はかなり暖かくなっていて、まあ他の地域もっと暖かいとかあると思いますけれども、ご近所の桜さんなんかもうね、急に暖かくなった時は、ちょっと準備が整ってないよみたいな感じでつぼみのまんまだったんですけど、結構硬い状態のつぼみだったんですけど、ついにここ数日咲き始めてるのありましたね。なんかその直前まで梅全盛期だったのに、なんか突然こう衣替えみたいになって、周りがわたわたしている感じがありましたね。自然がね、なかなか大変な感じのね、気候変動というか、気候変動って違うかちょっと大ごとになっちゃうの、それだと。そう、気温がね、なんか本当にね、この3月はいきなり始まってしまって、なんか花粉症もね早くなる方とかも多分いらっしゃって、皆さん、私もね、ハウスダストのアレルギーが今回早めに出てしまって、こんな声もいろいろなったわけですけれども、まあ、なのでちょっとね、いつもより1ヶ月ぐらい早いのかな、いろいろね。なので、ちょっとね、どんな服着ていいかわからないみたいな時ですよね、今ってね。なので体温かくしてね、あまり、こうなんていうのかな、温かいと思って昼間ちょっと舐めた格好して出ると帰り寒くて風邪ひいたりするかもしれないので、ちょっとなんかね、こうストールとか靴下とか持っていくといいかもしれませんね。はい、私もねちょっと今回喉やられて本当にね、やっぱもう体資本だなと思って、今ねビタミンのこととかいろいろ考えておりますけれども、はい、皆さんも体大事にしてお過ごしください。はい、まあ人によってはね、お子さんが4月から新しい学校とか学年とか、あとは、パートナーの方とか、あとご自身もね、これから新しい部署に移動しますとか、新しい期が始まりますとかね、もしくは4月から新しいことに挑戦しますとかね、いろんな方いらっしゃると思いますが、まあちょっとね、A さんと B さんは両方ともちょっとね1ヶ月ぐらいは少し調整期間みたいなのが出てました。で、調整期間ってね、なんか地味に感じますけど、めちゃくちゃ大事な時なので、ぜひじっくりねご自身を内観されたりとか、自分を大事にしたりね、もしくは自分の感情とか観念とか内側をこうよーく見てあげるっていうのかな、それはすごく大事なことだと思いますので、でね、やっぱりね、こう綺麗にして新しいところにこう向かうってすごくいいんですよね。スタートがすごくいいので、ぜひこれもピンときた方はされてみてください。はい、それではちょっとね、最近はランダムになってしまっておりましたけれども、こうして聞きに来てくださりありがとうございました。またこちらのね、あずさ系のリーディングルームでお会いしましょう。バイバイ。